デイブリックチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、パンダの松田でございます。お久しぶりの、動画でございます。今日は、大名パンダで一人、動画撮影させていただきます。今日は、告知の、動画を、送りさせていただこうかなと思って、撮影しております。久しぶりです。こちらデイブリック別注、ネイビーブレザー。多分もうこの動画見られてる方だとお持ちの方も結構多いんじゃないかなと思うんですけども、2021年80バージョンが、私こそこそ動いておりましたが、ついに、ちょっとまだ発売未定なんですけども、10月上旬には、皆様のお近くの、ベルトの店舗に、納品できるかと思っています。今回は、素材またこだわりました。はい、第1回目は、カノニコ社の、ウールサージ素材、第2回目この間の春夏は、こちらもカノニコ社の、ホップサック素材を使わせてもらったんですけども、ウールサージ着てホップサック着て、次なんだろうねっていうところでみんなで話したんですけど、やっぱり秋冬フランネル、ネイビーフランネルのブレザーは外せないかなと。今回も、カノニコ社のスーパー100ですねのカラーフランネルを使っております。これは多分詳しく、各店の動画だったりとか、もしかしたらインスタライブなんかもするかもしれないので見てほしいんですけども、非常にいい素材です。適度に重さもあって柔らかく光沢感もあり、ちょっとねこう分かんないですよね、ブルーとネイビーでね2色で構成されてるフランネルなんですけども、いわゆるコンブレ、濃紺のね、コンブレ想像される方も多いんですけど、少し明るくしてます。ちょっと明るくすることで、カジュアルな雰囲気も使いやすいですし、正直今、もうコンブレ買われたって方にも、もう一着ぜひ、お勧めしたいなというところで、今までのものとちょっと差別化しております。メタルボタン使ったりとかも、ちょっといろいろ、お伝えしたいこともあるんですけども、ひとまず、告知動画というところで、今日はもうこれぐらいにしておこうかなと思います。デイブルックで注意。ネイビーブレザー2021年秋冬バージョンは、カロニコ社スーパー100の、ミックスフランネル素材、こうご期待ください。こちらシングルだけサンプルですけども、今回もダブルとシングル両方、作っておりますので、ぜひぜひご期待ください。では、今後ともベイブックチャンネルの方よろしくお願いいたします。失礼します。